フィデルは連邦の士官を目指して勉強中だ。戦闘要員としては即採用レベルだが、どうやら艦船の乗組員を目指しているらしい。これが次に艦長をやる予定の船だ。すごいですね。すごいですねじゃないだろう。お前も乗る予定なんだから。え？不服か？とんでもない。いいんですか？すぐには無理かもしれんが必ず呼ぶ。だからしっかり軍の試験に合格するんだぞ。絶対頑張ります。楽しみにしてるよ。そしてリリア、彼女は連邦科学アカデミーから検査という名目で監禁されそうだった。フィデルやミキが無理やりかっさろうとしてヒヤヒヤしたが、問題になる前にフィオーレとクルップ博士連名の報告書が出され、オチビちゃんがいなくても研究に支障なしということで晴れて自由の身となった。今はフィデルに引き取られ平和に暮らしている。彼女が普通の女の子として幸せになることを願わずにはいられない。ありがとう、フィデル。お姉ちゃん、私今幸せだよ。